ですがね、やはりあの力のあるピッチャーが出てくればですね、そう打たれるもんやないですからね。やはりあの山本和にもこれだけ打たれたという、やはり自信をなくすということも言えますからね。上空は強い風、今日3つのフォアボール、1つのデッドボール、バッターボックス5回目のウォーです。1ゲームストライクカーブが決まりました。うーん、惜しいという表情のバッターボックス。おう、今日のプレータンパイヤー丸山、ご覧の風です。後楽園の上空、ホームプレートからセンターあるいはライト方向に今表示は12メートルと出ました。第1球ストライク、山本、第2球インコースボール、ライトのお客さんは、ああ総立ちで去っています。大声援です。この王の715号の打球を待っています。ボールカウントワインドワン、外角に逃げました。ボール、1回目のバッターボックスがノースリーから敬遠気味のストレートのフォアボール、2回目はワンナッシングの後根本ぶつけましてデッドボール、3回目はアニアと対しました、これもストレートのフォアボール、ワンアウトの後でした。そして4打席目、この山本、ツーボールの後ストライク、ファール、ボール、ツースリーからフォアボールを与えています。引っ張りました、ファール。この体で、このバットで18年目にして714本のホームランを打ってきました。もう2-2から5球目ボールです。外れました。なかなかいいボールは投げてくれません。この打席も 2-3。ボール、山本和幸、田淵外角に構えた、大きいライトどうか、ライトどうか、